どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、ちょっと特別企画というか、ガズレレと G ラボで今行われている、いろんなことがやってるんですけど、今日はちょっといろんなね、今までちょっと表に出してなかったものを紹介していこうかなと思います。前半部分は何をやるかというと、ガズレレと G ラボで、この生み出している、このガズのわがままウクレレとか薄レレとか、いろいろこのシリーズのウクレレがあるんですけど、それのですね、実は試作品というか、試しにこんなモデルどうかなという試作品をですね、実はものすごいいっぱい作ってるんですよ。で、その中でいろいろ選び抜いて、じゃあこれは商品化しようみたいな感じで、例えばこのガズモデルが出来上がったりとかするんですけど、その中で、当然商品化されないものも出てくるし、もうちょっとこれこうした方がいいとか言ってやり取りがいっぱい続く、いわゆるサンプル品というか、試しに作ってみたっていうウクレレがあるんですね。今も実はすごく数いっぱいあるんですけど、実はベトナムと名古屋とガズの家でそれぐるぐる回ってるんで、今たまたまうちにある数本をなんと今日紹介させていただこうと思います。それと今度ウクレレではないんだけど、ガズが思いついてるちょっと面白い楽器の提案を、していきたいなということで、それもプロトタイプだったりとか、あとはね、ちょっとこれいい機会だと思ったんで、ガズレレのね、ちょっとグッズの紹介なんかもちょっとさせていただこうかなという、もうそんな動画にね、していきたいと思います。はい、ひとまずウクレレってめちゃくちゃ楽しいですよ。皆さんウクレレやってみたいなと思った方、ここにリンク貼り付けておくんで、ここに行ってウクレレ始めてください。どんな人でもすぐにできる、そんな分かりやすいガズレレならではの音楽の始め方、ここのリンク先に載ってますんでね。はい、ウクレレで音楽始めていただきたいなと思うんですけど、じゃあ早速ですけど、その試作品というのをちょっと今から紹介させていただきたいと思います。これ結構皆さんかっちょいいですよ。はい。このウクレレ、ね、このガズのわがままウクレレはじめとするが、G ラボで作られているウクレレっていうのは、まあ、皆さん、見ていただけていると思うんですけど、ベトナムの G ラボ工場で作られております。工場見学の動画の再生リスト、ここに貼っときますよ。もう一本一本手作りで、最上級の木材から作られる、最上級のクオリティのウクレレなんです。これがいつも皆さん、ね、この音聞いていただいて分かってくださってると思うけどね。はい。ここから作られた、もじゃくん、が試し、もう僕らと、G ラボとガズレレと、ガズと、もう、こういうコンセプトで作ってみようよ。こんなのできないかな、ということで始めた。これをまず、試作品の、まず第1弾、お届けしたいと思います。本当はまだいっぱいあるんですけど、たまたま今、我が家にあるものです。いきます。デレ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 、ジャガジャガジャガジャーン。見てください、これ。ちょっとこれ、メガネ僕の映っちゃうと映る。これアップにしますよ。ほら、ここに G って書いてあって、これ。真っ黒なウクレレなんです。これ初めてです。要は木目が見えてないオールブラックなんですよ。オールブラック、あ、カメラがめっちゃ映ってるし、そう、こんなウクレレを試作で作ってみたら、これめちゃかっこよくないですか。もうエレキギターに詳しい人だったらわかるけど、これレスポールカスタムっぽいんですよね。こっちとこっちにほら、白いバインディングという縁取りが入ってて、で、この、ちょっとこのブリッジはいつものね、ガズデザインのこの G ラボのオリジナルデザインでしょ。で、ここもちょっとゴージャスな、この貝が、巻いてあって、このポジションマークもちょっといつもより豪華なものになってて、ネックのバインディング、この縁取りのこと言うんですけど、これも白いですね。白い純白。で、このポジションマークはちょ赤いドットになっててとか、ちょっといろいろあります。はい。で、今回初めての試みとしては、このネックにもバインディングを入れてみたよということで、はい。すごいこう、エレキギターライクな作りになっておると思うんですけど。で、これ、もちろんこのペグは、6対1だったっけな、ちょっと正確にわかんない。ギアがついてるペグです。これ一見ね、1対1に見えるけど。はい。これが、今回新しく、ベトナムからモジャ君が、試作品として届けてくれたやつ。かっこいいんですよ、これが。なんというかこう、ダンディーでしょ。木目があった方がすごく一見いいと思うけど、これ真っ黒毛なんだけれども、なんかすごくいい。で、ウクレレって、大体この、例えばこのガズモデル見ていただいても、すごくこう綺麗な木目が入ってるとすごくいい感じじゃないですか。で、だけど、木目が入ってるから音がめちゃくちゃいいというわけでもなく、やっぱりその、年輪のところのこの切り取り方ですごくやっぱり音が、そっちの方がいろいろ変わるんでね。こういうところで使われる木材っていうのは、見た目は、多分、この黒く塗っちゃうんでね、わからないんですけど、やっぱ、ベトナムでもセレクトされた木材を使ってるんで、G ラボならでは、それはすごいね、選び抜かれた木材なんで、もうそこは安心の木材なんですけど、まあ、ただこの、オールブラックっていうのがすごいこう新鮮なんです。ちょっと弾いてみましょう。
ですよ。すごいこの白い縁取りがかっこいいでしょ。これ試作品です。これもねちょっと僕今のところすごい気に入ってるんです。これ商品化できたらいいかなと思ってて、で一個だけガズが注文出してるのはここのネックのこのバインディングってこの縁取りの太さとこのボディの太さ、これここの太さってこういう感じでこういいバランスなんですけど、ここのネックの周りに巻いてあるところだけちょっと厚さが太く感じて、このねGラボウクレレの特徴としてここのね木の厚さが薄いんですよ。だからここだけ見るとオセロゲームのオセロの5番みたいな感じで 50%50% になってるのが白い部分がちょっと大きすぎるなと。ここもうちょっとバインディングがねヘッドのところだけ一回り細くならないかな、そしたらもうちょっとスタイリッシュに感じるんじゃないかなと思ってそこ注文出してますけど、あとはもうなんかほぼパーフェクトな仕上がりで、なんかこれすごいカスタム、シングルフィニッシュみたいな感じでちょっと作ってるんですけどね。これいかがです。これ薄レレじゃない仕様なんですよ、あえてね。はい、これ薄レレでも全然ありかなと思うんですけど、はい、これがまず1個目の試作品です。はい、じゃあ次のやつはですね、次の試作品はちょっと新たなねコンセプトがちょっとあるんですよ。見てガズ G ラブのねこのちょっと高級ラインのウクレレになるとセミオーダーとかガズモデルになるとこのハードケースついてますからね。これがめっちゃかっこいいでしょ。知ってました？これがついてお値段になってます。じゃあ開けてみましょう。いきますよ。これ結構すごいよ。いきます。ドーンバーン。ちょっと今のにここだけ見るとすごい似てるんですけど、これねコンセプトがそもそも違うんですよ。今ちょっと取り出してみましょう。ケース立派でしょ。はい、このねウクレレはですねちょっとGラボガズレレで初めての試みというかですね、ちょっと見づらいんだけどこれシースルーブラックになってるんですよ。ほら綺麗な木目が出てるでしょ。はい、でここもブリッジのとこも今までとは違うちょっとねシンプルなスタイルになってて、これよく見るとですねボディのシェイプが違うんです。形がちょっと今のさっきのこっちはねいつものガズのわがままくらいですけど、ちょっとより一回りちっちゃい感じなんですよね。シェイプされてるんですよ、この、前の部分のところが。よく見ると分かるんです。これ両方ともソプラノですからね。ソプラノウクレレ。で、このウクレレはですね、伝説のギブソンのウクレレがあるんですけど、そのギブソンのウクレレにめちゃくちゃインスパイアされて、なんとそのギブソンの元になってるもうすっごい古いウクレレをね、Gラボ代表の上田さんが所有してるんですね。で、それを僕がちょっと試し弾きさせてもらった時に、ものすごいそのギブソンという、まあ、アメリカの昔の老舗メーカーですけど、このウクレレが良くて、いや、これの、ムードをちょっとこうまとったウクレレもいいんじゃないかと、ちょっとクラシックな感じなんです。それをコンセプトで、モジャクに伝えて、できてきたものがこのサンプル品なんですけど、ちょっと紹介してみると、ここもバインディングつってここに縁取りが入ってるんですけど、これはですね、さっきはこう樹脂だったんですけど、今回はここもですね、もう木材で、こういうふうにバインディング。これ木材なんですよ。こういうふうに、前後とも、なってます。はい、それでこのトップもですけど後ろもシースルーになってて、ほら木目がすごいでしょ。これはもう選び抜かれたもうトップオブザトップの木材を使っていて、でここはさっきと同じようにちょっと豪華なこのやつで、このネックのバインディングをよく見るとウッドなんですよ。ここも木でできてます。はい、そしてこのポジションマークはね、昔のなんていうのかな、マーチンで言ったらちょっと高級の D45 っぽい感じの、ちょっとヴィンテージっぽいゴージャスな感じにちょっとやってみて、これねベトナムってこの貝の、加工する職人さんの腕前がものすごいいいんですよね。で、すごくこうクオリティが高いこのインレイみたいな、このポジションマークも作ってくれるということで、ちょっと今回ね、そのギブソンをちょっとオマージュしてちょっとやってみたんですけど、はい。ヘッドにもこんな感じなんですけど、ちょっとヘッドはね、ここはまた新しいロゴマークを今考えているところですけど、新しいちょっとヴィンテージシリーズみたいなラインをちょっと作りたいなと思ってて、ちょっとなんていうのかな、昔からある、本当になんかこう、まろやかにとろけるような、コンセプトのサウンドと弾きやすさを追求したシリーズもちょっとやってみたいということで、これもね、試作で作ってみたんですけど、これもちょっと音聞いてみましょうか。
こんな感じでとろけるようなサウンドです。こっちを見て、何にもないですよ。これはもうほんとヴィンテージモデルを再現してるんで、ピックアップもなしですね。という、これも、かなりいい感じの感じ。これはですね、まあちょっとこれ、あとのロゴマークを今どうしようかなとか、いろいろ細かいところの最終打ち合わせをして、こういう感じのモデルも、お届けできたらなというふうに思います。で、今ね、ガズの家にあるのは、このサンプル2本なんですけど、実はですね、名古屋の方にもね、あとね、4つか5つぐらいのサンプルのウクレレがあるんですよ。そういうのをいつも常にこうチェックして、みんなでこう、コンセプトをこう相談しながら、もう弾き心地など、仕様などを確認して、いつもこう、やり取りをしているわけですね。その中で選ばれたものがこう、新商品としてこう、Gラボから出てくるということなんですけど、はい、次回どんなものが出てくるか、今は本当に流れの中の一環なんですけど、いずれねこういうウクレレも皆さんの、ご購入でしていただけるようになるといいなというふうに思っているんですけどね、はい、今日はその今日うちにあった2本のご紹介をさせていただきました。あとねちょっとこれも面白い話なんですけど、ガズの初めてウクレレシリーズって皆さんご存知ですか？リーズナブルで弾きやすくて、やっぱり初心者の方がいきなり、まあ、ガズのわがままウクレレとはいえ、やっぱ4万円、5万円してしまうラインになっちゃうんで、もうちょっとリーズナブルでは、プレゼントにもいいよねということ、この初めてウクレレのコンセプトは、ウクレレ初めての一本にぜひという意味と、あと、ウクレレこれ楽しいから始めてよっていう、これ始めてよっていうおすすめするプレゼントとしてのウクレレという意味も含まれてるんですけど、その初めてウクレレにですね、コンサートウクレレがあったらいいなというそういうふうに思ってまして、これはベトナムで作られているものではないんですけど、コンサートウクレレのサンプルウクレレが登場しております。はい、これほら、これは初めてウクレレ、これリーズナブルなラインですよ。これまだ商品化になってないんですけど、これもこれもだいぶやり取りを続けてます。これもいい音です。音大きいの。はい、なんかこれはリーズナブルなんだけどすごく弾きやすくて、本当にねおすすめです。最初の一本にで、コンサートモデルだと、男性の方とかね、でソロとかもちょっとやりたいなという方、やっぱコンサートの、いいなという方多いと思うんで、この初めてウクレレのコンサート、これもねすごいいいですよ。はい、やっぱりさっきの、ハンドメイドのウクレレに比べてちょっとハイが出てる感じがしますよね。これは十分使える一本だと思います。これはですね、まだほんと試作段階なんですけど、もうちょっとこれもパワーアップします。いろんな仕様がちょっとね、細かいところ、ポジションマークとか、なんかいろいろ、まあ、あるんですけど、それをもう一回最終確認して、なんとかこれ、初めてウクレレでもコンサートウクレレを、リリースしたいなということで、今動いてますよというご報告をさせていただきます。はい、そしてですね、ガズレレではウクレレに関するグッズをですね、いろいろ出してるんですよ。はい。ちょっと今からね、ちょっとね、紹介したいのは、ガズレレ公式ホームページの、ここのところに書いてある、ガズレレのグッズ、こっち、ハニーさんが作ってるハンドメイドのものとか、ちょっと T シャツとかね、トートバッグみたいなものを、ここで、販売してるんですけど、それの紹介をしていただこうと思うんですけど、これ見てください。はい、これトートバッグなんですよ。これね、ガズがいつも使ってるやつ。ね、お出かけするときは大体僕、このトートバッグです。白に白プリント。はい。これとかすごくいいですよ。これ何でも入るんです。ドカッと入るし、ウクレレもね、ズカッとこれ入るんですよ。ジョーンと。はい。これを、で、あとこれもいろいろデザインがあったりしてね。こっちの、ニョロ文字デザインもあったりします。こういうのを販売していたり、あとせっかくなので今日ね、スペシャルゲスト呼んでます。はい。私の愛する、ハニー様です。どうぞ、来てください。はい。はい。ハニーさんですね、なんと今日はバースデーでございます。バースデー。ハッピーバースデー。おめでとう。ありがとうございます。はい。そんなハニーさんなんですけど、はい、ガズレレでは、ハニーさんのハンドメイドグッズっていうのがたくさんあるんですね。うん、おなじみのもので言うとですね、はい、見て。この、いつも使ってるこの、毛糸のストラップ。これはですね、うん、実は、ハニーさんの、はい、はい、手作りなんです。はい、こっちにもあります。はい。こういうね、ストラップ。はい。この、ちゃんとレザーも、ちゃんとガズレレの G マークがついてたりとかして、しっかりすごくしたりしても、これもさっきのページで販売してるんですけど、うん、今日はちょっと特別に本人様から、ちょっと商品のご紹介を、すごいなんかテレビショッピングみたいになってきたけど、ね、はい。なんかしてください。はい。はい。なんかね、これは、まあ、ウクレレをね、弾いてる時、ない時でも、うん、はい、普段のね、こう、暮らしの中で、なんかこう、ガズレレライフみたいなね、こうちょっとこう気分的なものもね、こうなんていうの、見てね、はい、いいよ、ハッピーになれるものでいいんじゃん、なれるものをね、こうちょっとなと思って、はい、まずね、一つがこのポーチ、ちっちゃいポーチ、こんな感じ、はいはい、
これはね、チューナーとか入れるんですね。そうですね。カポとかチューナーとか。本当女性だったら、ちゃんとしたあの化粧ポーチとかにもなって、うん、でこれね、そうそう、刺繍がね、こうちゃんとしてあるっていう感じなので。そうなんで、これちまちまだって一針縫ってんだもん、これ。そうですよね。これみんな伝わるかな、これよーくこうもっとドアップでこういう感じ。感じで。これ刺繍手で毛糸を縫ってんですよ。いやでこのプラスっていうので、ね、やっぱそのプラスガズレレライフみたいな感じのイメージ でプラス思考です。そうそうそ そういうコンセプトらしいですよ、この十字は。はい、そう十字というかプラスだそうでございます。プラスなの、はい、そうそう、角度ちょっとつけてあげてもらいます。そうだね、こんな感じ。あ、そう、これだって手で縫ってんですから皆さん。でこれもファスナーで小物を入れ、はい、小物ポーチっていうのかな、ね、下はフェルトで丈夫になってますよ。そうそうそう。あ、ちなみにハニーさんのチャンネル、 YouTube チャンネルやってます。ちょっとこの辺にリンク貼っておくんで、あのハンドメイド あの縫い物、うん、縫い物時間という YouTube チャンネル、はいはい、ぜひあのフォローしてくださいね。はい、はい、今日誕生日です。すごい。そしてこっちもね、はい、同じように、うん、そうね、プラスガズレレライフということで、はい、だからこっちのトートバッグはね、ドーッといろんなもんバーッと突っ込んでさ、公園に行こうみたいな感じで、うん、こっちはほんと普段ね、そう、普段ね、うん、ちょっとしたところで、ね、お出かけの時にお出かけしたいなとかっていう時に、はい、こんな感じで、これもね、刺繍をしてあって、はい、で、中がそう、裏地がね、かわいいの、こんな感じでね、そう、あの刺繍のところがね、こうちゃんとこうほつれないように、うんうんうん、こっち側に刺繍がしてあって、はい、で、あとほら、あの鍵とかね、ちょっとした絶対なくしたくないものをこういうところにこう引っ掛けておけるようなので、私いつも鍵とかね、そうだね、どっか行っちゃうので、こういうふうのね、大事かなと思って、はい、これが地味にですね、あの人気があるんですよ皆さん。あのいっぱい作れるもんじゃないんですけど ね、はい、色違いでこんなのあったりとか、そうですね、はい、こんな感じであったり、いろいろガズレレではね、ウクレレ以外のグッズもね、あると思います。すごい分厚いよ、生地は。そうそう、だからこれは相当丈夫だと思います。そうそう、はい、私もね、使ってます。はい、はい、いつもハニーさんがハンドメイク一個ずつ心を込めて刺繍までしてるんですけど、ね、そう、刺繍だったんだね。いやいや、本当すごいですよ。はい、はい、そんな紹介と、あとはね、はい、今とっておきのものがさっき、届いたんです、うん、ちょっとこれ見せてくださいよ。何かというと、これですよ、これ。ガズのウクレレについてるものといえば、このガズレレ水引き。これはガズの両親が一個ずつ作ってる、これも世界で一個の一点物のハンドメイドのものなんですけど、これね、ガズの両親から定期的にこう作ったよって送られてくるんですよ。その送られてきた瞬間の模様を見ていただきましょう。こんな感じです。見て、これ私の母親の読めない字が書いてあるんです。これすごいでしょ。はい、こんな風に我が家から届きます。はい、色が書いてあって、これ今回もいい色揃ってますよ。そうね、はい、ちゃんと見えるかな。ちょっと出してみようか、ちょっとね、はい、1個2個ずつ。これやっぱり相当ね、ガズレレでも人気のグッズになってます。はい、このカラーリングいいでしょ。これとかね、映えますよ結構。これがちょっと北欧っぽい感じの、これは北欧ですね、うん、このカラーバージョン、まだこれはだから、まだ販売ページには乗っかってないんだよね。そう、これからね、なんですぐ、近日中にこれ販売されることになります。あの、いろいろビビッドな色がね、もうね、可愛いんですよ。はい。これ、オレンジとか、はい。これを皆さんのウクレレのヘッドに取り付ければ、もうあっという間に可愛い我が子になるよということでね、うん、あの、皆さんこれ大好評です。これガズレレ水引き。これもさっきのね、販売ページのところでこれ、今から利用します。で、これご購入いただくと、こんな形にパッケージして、お届けになります。ステッカー1枚ついて、はい、ちゃんとここにガズの両親がもう間違いなく作ってますよというふうに、証のステッカーも貼ってあってですね、はい、こんなような形のお届けになりますんで、はい、こういうのもちょっとぜひ皆さん、あの、可愛いウクレレにこう、ワンアクセントいかがでしょうかということでございます、はい。はい、そんな感じで今日はですね、いつもと違う感じのね、スペシャルバージョンみたいになりますので、あの、いろんなね、あの、グッズがあるんで、はい、まあ、ぜひ、あの、こういう機会にね、チェックしていただければな、というふうに思いました、というふうに思いますね。はい、まあ、やっぱり豊かな音楽やるとやっぱ楽しいから、それでこう、周りもね、そういうなんか楽しい、ものたちで溢れさせていくっていうのもいいかな、というふうに思います、はい、ということで、はい、今日の動画こちらで終わろうと思うんですけど、楽しい音楽人生、やっぱりね、日常をポップにしてくれますから、音楽はね。はい。そんな感じでガズレレ YouTube ご活用していただいて、ガズピアノも2人でやってますからね。そうそうそう、ガズピアノもね、なかなか面白いですよ。はい、ガズピアノ YouTube チャンネル、誰でも簡単に鍵盤楽器が弾けるようになるよってことでやってます。ここにリンク貼っておきますけれども、うん、あっちもこっちもよろしくお願いします、はい、それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。さよなら。